ようこそベルベットルームへ。突然お呼び立てしてしまい大変申し訳ありません。ここで私が感じ取ったことであなたにお伝えしたいことがあります。おそらくこれは何かの予兆。はい、この世界においてベルベットルームが本来のありようとは形を変えていること、その原因はおそらく別の力による働きかけ。それは以前にお話しした通りです。そして今その力が突如勢いを増し大きくなっていくのを感じるのです。全てはあなた次第と申し上げることしか今はできません。ベルベットルームは客人の心、もとい定めとは不可分の場所。それがこれほどまでに影響を受けるのは本来なら起こり得ぬこと。お気をつけよ、トリックスター。敵は一筋縄ではいかぬもののようです。そんな顔をするなんてあなたらしくありませんよ。私の知るあなたならきっとこの未知なる状況をも打ち破ることができるはず。迫る敵の正体も目的もわからず深い夜の闇を進むがごとき状況ですが、この部屋、そしてあなたの行く末は全てあなた自身がつかみ取るもの。私も協力は惜しみませんが、そのことだけは夢夢お忘れなく。あまたの試練を乗り越えてきたあなたには言うまでもないことだったでしょうか。あなたに宿るその意志の炎がついえぬ限り必ず道は開かれるはず。それでは来たる時、その時に向けてまたお会いしましょう。それでラベンザ殿はなんと、わざわざお前を呼び出すなんて何があったんだ。なるほど、予兆か。その力ってのがなんだかわからんが、警戒は必要そうだな。しかも急に大きくなってるってどうして。ま、ごちゃごちゃ考えたってしょうがねえだろ。用があんなら向こうから来んじゃねえ。で、俺らの邪魔すんなら倒すまでよ。相変わらずマッチョだな、リュウジ。でもそれに一票。ようやくここの支配者の元へと続く鍵を手に入れた。忠告はありがたく受け取るとして、今はそちらに専念すべきかもしれんな。そうだね、やれることから片付けてこ。こっちの準備はできてるわ。いつでも行けるから、あとはあなたのタイミングで出発して大丈夫よ。いろいろあるね。それでいい？ねえ、行こうか。
よし。さて、やるよ。切り伏せる。この状況は。よし。蹴散らす。よし。狙いを定め。はっ。さい。そこだ。ジョーカー、敵を撃破。さすが。この一撃で。はっ。受け取れた。やるよ。切り伏せる。さて。まずさんぞ。ライス、頼りになるな、ジョーカー。よし。蹴散らす。よし。チェックメイトだ。でも、うん、決まり。
なるほど。どうかな。すまない。そうだな。行こうか。